分割コマンドの 3D フィードバックの改善 Archicad16 では分割コマンドの 3D フィードバックが改善されました一つまたは複数の要素が 3D で選択され分割コマンドが有効になっている時は編集中の平面上で線を定義する必要があります以前のバージョンと同様ほとんどの要素で 3D で動作します 分割線の開始点と終点を指定し分割された形状を残す方を3回目のクリックで選択します開始点を指定する最初のクリックをすると赤いフィードバック平面が垂直の切断面として分かりやすく表示されますしかし自由に編集が可能なモルフ要素では 3D での分割コマンドは 実際の 3D 切断面として動作します。分割線の開始点を入力すると赤色のフィードバック平面が表示されます。編集中の平面で分割線の終点を指定した後、3回目のクリックで編集中の平面に分割平面の角度を指定します。 4回目のクリックで分割された残す方の形状を指定します。赤いフィードバック平面は継続的に切断面の位置を表示します。